え？ゼリーが止まらんのよ。必殺技みたいなのないのかな。あ、やばいやばいやばい、何がやばい。残る時間残る時間何分？7分30分余裕あんねんて。ゼニ落とし同志編古戦プッシャーフレンズ書きやすい文房具手に入れた方おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、オールドコインプッシャーフレンズ、ちょっと今これがもうぐんぐん来てるというか、もうこれに取りつかれちゃってて、どうしても一回やってみたいなということで。何なんですか。でも我々のそのなんていうんですか、こう世界観にもぴったりな、これあのジャックポットジャックポットの古戦バージョンということなんですけども、いやいや、そのなんプッシャーとかも古戦で行くんやったらプッシャーはなんか和風でやってほしかったですけどね。そこがいいんじゃないですか。そう、銭落としとかでもよかったよね。一人で遊ぶか、一人で遊ぶの通常と挑戦と通常は挑戦してないってこと。通常は挑戦しません。挑戦でいきますか。じゃあでクイックマッチ、フレンドマッチ、まあ、この辺は多分和風で書いてほしいな全部右上にジャックポットって書いてるね、もうはっきりはっきりジャックポットって書いてる。古いのはお金だけです。あ、もうそこはもう本当にジャックポット、ごめんなさい。土台とかも古いよこれ、なんか木の見たことない、そば引くやつかじゃあ挑戦してみましょうか。挑戦しましょう。とりあえず一回一人でやってみますね。何か分からんのでね、はい、よく見ててください。もう始まる？もう始まってます。何狙う方向、あ、落としてよ。古戦噴射出もあるよ、 ZLZR で、 BZLZR で、はい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 、何ジャックポットって言ってるの。はいはい、なんか小判あ、俵取った、俵タワラ欲しいよ。はい、タワラいただきました。何あ、小判来た、小判来た、あれいいよいいよいいよ、よしよし。あ、ほんでこっちから、あー逃した逃した、こっちから落とさんと、どうやって、あ、そう、あーなるほど、狙う方向も R でできるから。いや、そんな限りあるじゃん。止めたい。なんやこれ、あーなんやこれ、なんやこれ、カエルの超重ギガの、なにこれ、どういうこと。とりあえずこのセンスで舞うやつやってみますよ。あー出た、表示出た、左上に。あ、いいよいいよ。あー、ちょっと置く場所悪いんちゃうか。ちょ、止めたいねんけどな、ゼニを。え、ゼニが止まらんのよ。 R か、あ、これあー絶対に欲しい、絶対欲しい。10両来そう、次来そう。いいよいいよいいよ。ちょっとこの辺、何したあごめんなさい。いいよいいよいいよ。ちょっとこの辺、何したごめんなさい。何してんの、最悪や。そんな難しいのこれ。いや、ちょっとこっちがちょっと何枚か落ちそうになってたから、それ取ってからこっち行こうと思ったのよ。いや、欲張ったな。いや、もう俵あんまりやで、確か。面白いなまあまあまあありますね。俵落ちるよ。ありますよ、左に俵。落ちる、俵めっちゃむずい、めっちゃむずい、めっちゃむずい。そうあー、小判も落ちてくるよ。ここは2段、もうここ絶対取ろうな、これは絶対取る。集中でいいですか。集中でいいですかって、なんこの辺集中でいいですか。どうです。あ、時間めっちゃ時間あるわ、12分あるわ。あと12分あるからゆっくりやろう。やってられへんって。12分も微妙なとこに落ちたね。そう、下には落とされへんの、小銭は絶対上なんや。こう流れてくるからね。オッケーよーし。あ、11枚分なんや。タワラの方がええんか。どうなるの、甘いの。小判来るよ。やばい、ここめっちゃ来てる。嘘でしょ。よしよし。取るごとに小判が落ちてくるね。俵を取ったら小判が出てくるね。なるほど。必殺技みたいなのないのかな。もう多分次のターンでここ落ちると思うねんけどな。まあ11分あるから全然ゆっくりでいいよ。その残りの分数言うの禁止。すごい冷めるんで、うん、全然あのゆっくりで焦らしてください。焦らんでもこれ失敗しても11分あるんで。あー、おいよー、ありがとう。ほら見ろ、どうですか。あと4つで、古戦あと4つで何か起こるよ。おやー、それやめて。
めっちゃ溜まってる、めっちゃ溜まってる。そうなったらタワラ取ろう。タワラ取ったら小判が落ちてくるから。あーあいつあいつ、いや、あれこれわかんない、わかんないけどちょっと言わんといて。いやわかる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 。ああいいね、いいね。ここ見て4つ来てんねん。おいおいおい、まあしゃあないか、しゃあない。あ、小判がこれで。ああどこ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 。ああ無駄にしてる、無駄にしてる、無駄にしてるよ。おいおい、もう落ちろ落ちろ。小判小判、分かってる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 。これこれこれ、もうここでベタ付きでいいよ。やばいやばい、残り時間9分よ。結構あるやん。残り時間なし。やばいよ。うわ、右3つあんねん。いや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 、落ちるって。もうもうやめてって。もういや、だからもう小判貼り付きでいいよ。小判貼り付きな。右3つあんねん、右3つあんねん。それはいかんと、それはいかんと。もうあれも左左左、まあ、落ちるよ。左左左左左、あれ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 、もう裾にいってる。でもここ落ちるって絶対。落ちる、まだ落ちる、まだ落ちる。これ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 。ああ、そう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 。あれ小判な、小判やな。もう待ちはっといていいや。もうこう、もうこうなったらもう固定。とにかく小判が欲しいからね、我々は。やばいんじゃない？時間大丈夫？ああ、残り8分45。結構あるな。よしよしよし、あと3つ。右、すぐ右、すぐ右。よしよしよし。お前ってきた、お前ってきた、お前ってきた、お前ってきた。あ、これで肩つけれるよ。あれ、そろったらどうなんねん。ジャックポジャラジャラってなる。ジャラジャラってなるんじゃない。それはやっぱ皆さんに見せたい。あ、やばい。やばい、やばい、何やばい。残り時間。残り時間何分？7分39。余裕あんねんて。余裕でいけんねんて、これ。あと2いける?7分で2いけるか。4分で5いってんだろ。これは2ついきたい、2ついきたい。よし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 。どうなる？満額いったら。で、ジャックポット。どうなる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 。ああ、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。突入。めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。大番小番がザックザック。めっちゃ来た、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 めっちゃ来た。おお、あれも、おお、小番見逃すな、小番見逃すな。おい、小番無理、小番無理。小番がいんの、小番が。小番がいるからね。うわうわー、えぐいえぐいえぐい。おお、えぐい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 。えぐいえぐいえぐい。えぐいえぐい。また出る、また出る。小判。タワラの山でござりよ。金銀財宝。全部いろいろ。財宝がざっくり。あ、終わった。さあ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 。終わったね。でもこれでまた、もう全部全部全部。無駄にしてる、無駄にしてるよ。ああ、右に、左に。左ちゃうか、先。あれな。落ちるぞ、あれ。いけいけ、すぐいけ、すぐいけ。走れ走れ。走れ走れ走れ。走れ走れ走れ。ってなったら右です、右です、あんね、右です、あんね。いや、右右右右は？あれあれ落ちるよ。あっち先か。いや、なんておもろいんやこれ。まあ、確かに興奮はした。なんかその人間の心理っていうのかな。金色のものがザラザラザラ落ちる。ちょっと待って、もう左の方が危ないんちゃう？絶妙な。見えない裏側に。あ、これで来るか。よし、ジャックポット。よしよしよし。出現。来た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 。さあ、大盤振る舞い。これ俵いっぱい取っといたらどんどん小判が落ちてくるからね。うわ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 。で、で、おお。うわあ。あ、おい、無駄にしてる無駄にしてる無駄にしてる。じゃあね、小判拾って、小判。どこどこどこ。いや、もういっぱい。言って言って言って。あ、もう右落ちた。違う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 、もう取ってないよ今回。一つも。一つも取られなかった。冷めるわ。頼むで。左左左左左左やろ。あれやろ。うわあ。落ちろ落ちろ。すげえ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 。この辺この辺。すげえすげえすげえ。一気に来るよ。四つある四つある。一気に来るよ。さあ、小判をここで仕込んで。もう右一やつかすな、金を。ああ。チラつかすなって。ああ、もうもうチラつかすなって。もうよく張るとね、金をチラつかさないで。強欲な、強欲すぎて。この4つ張ってるね。そう、もう強欲者から、こういうのはね。何してる何してる何してるよ。まあでもここが3つあるもんな、まだ。よいしょよしよし。今のとかもっと褒めてくれてもええけど。いや、ベタ好きやから。俺がみたいな、あーのとこにファインプレーね、こうシュッと。あと2分あるから最後にもう一回見たいよ。これまでようできてるわ。
銭振り、銭振らせ、銭の雨な、俵で小判の山かくん、どっちを優先さすかやな。きたー、よし行け、銭振らし発動。まず俵確保の小判落とし、いいよ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 、これで何個入った ?1,2,3 その辺ちょっともうキープしとこう。いいねいいねいいよいいよいいよ。さあそろ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 小判に目を、そろそろもうどこ、小判どこ、右左奥、うん、この辺この辺、まずここやね。あーまだ来えへんか。あー俵いっちゃった、全然あかんやん全然あかんかったやん今の。銭振らし終了。いやいや大失敗やよし、泥棒みたいな顔してるやん。ちょ、あーあー、うるさい、そろ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 、すぐ左すぐ左、よし。さあ最後のあと10秒、もうどっかで、そうやな、もう貼っとくしかないなそれ。あーよし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 、3、2、1終了。さあどうですか。99300以下の場合はランキングに反映されません。うわー少ない、めっちゃ少ないってこと。何が 99? あ、個性それ集めなあかんの、最悪。小判ちゃう絶対あれや思うやんあれはただ落とすだけの。左上見てよ、はあ、プレイヤー9万人もおるやん。コバコバコバ、右右止まったけど関係ない、あれはただ全部落ちてたもう知らんやん、そんな思うやん、絶対あれがいると思う。いや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 、あれはジャックポットをやるだけのやるだけのやつで、本来はあっちの左上に行かなくてよかったやな。絶対やるから勝ちたから、もうランキングにも反映されるややこしい、石とかにしとけや、それやったらややこしい。個性より絶対小判の方が価値あるから分かってへんな、海外、これ海外の人やろこれ。おーおお怖いの出た、怖いの出た。あー始まった始まった、なんか始まった、何何なんか始まった、今なんかクイックマッチ押したらこれ出てきた敵出てきた、何何何何してんの、おこれ、あ小銭でなんかこれ他の人かな、他の人飛ばしてるよみんな、鬼に当ててるよみんな、いやいらんことするね。ほらみんなと協力してあれ倒す、上上上上狙って、そう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 、みんな上狙ってはるわ、当てれてると当たってる、上上って言ってるけどね。お、なんか炎に包まれた。プレイヤー93596、僕らですね。ちくわさんが1位でした。漆黒の力ださんは0でしたね。あとは古戦拾う時間その古戦も自分のやめたい、やめたいんですけどやめられへんのかな。漆黒の力ださん、むちゃくちゃ点数持ってるよ、なんか知らんけど。俺らダントツ少ないぞ、61って。漆黒の力ださん1、10、100、1000、900万古戦取ってる。相当やってんなこれやり込んでるんですね。やり込んでるね、これの虜なって持てるな。でも確かに魅力はあるなこれ。あもうでも、うん、もう出たいんですけどね、このグループからいやこれはあの制限時間もないんで一生このままです。通常って何なの、挑戦はやったけど。通常でいきますか。まあコインを集めるだけって感じですかね。古戦に集中して来そう来そう、ここ大物来そう。いや動きたくないもう一個もう一個もう一個、プッシャーしてプッシャーしてもっと。結構難しい、自分で出さなあかんから、こう身を切ってる感じがね、たわらがないね。はい獲得1枚リアルやな、さっきよりちょっと遅めって感じかな。なんでなんやろな。やりました6枚。お、たわら、この辺いいね。よし、投げてるやつは減っていってる。減ってます。自分が集めた小判を、古銭か、間違えた、怒らせたから古銭を、小判はね、あの楕円形のやつですから。よし、あ、景品、景品や、今度は景品なんか取りましょうか。なんか梅の花、盆栽みたいなのしてきたこれ取るに、だいぶこれいるよ、小判。俵向こうあんねんけどな。ちょっと、あ、落ちる、落ちる、落ちそう、落ちそう、全部欲しい、全部欲しい。もう俵は逃していい、俵そんな必要じゃないね。音楽とかもちゃんと、あーちゃー、嘘やろ、これ絶対そのテレビのあれやってるわ。景品きた、何の景品、あ、したよしたよ、
なんか人形？何これ？昆布巻きみたいな。欲しくないな。全然欲しいってなる景品じゃないのよこれ。ちょっと5036枚になってるよ。そうそう、もうない、少ないね。だいぶ獲得したいねんけどな。梅だけは取りたいけどな。俺ゲーセンでこれやったことないわ。多分よく見かけるけど、俺多分コインゲームのこれやったことないと思う。やったことない、珍しい。自分の金で。うわー、俵がいっぱいある。めくらむなここ。俵の育成で小銭がなくなってんだよな。まあそうなんやけどな。上の花なんかも落ちる気配もないもんな。枝のとこにね、小銭いってもあかんのよね。うわー、ゆっくり小銭がなくなっていってます。22枚。よし、これは落ちるでしょ。たわらん。お、あんねやそれ。だいぶペース遅いけど。おおおお、はい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 。このゲーム。いいやんか、これ見てれるやん。やばい、16枚しかない。あんまやな、ちょっとちょっとまずいな。ちょっと終わりそうですね、これは。よし、よし。あ、あれ？プラス10やったよ。プラス10、あ、10枚ね。小判は小判で意味ないことはないんや。人形はどう？あ、落ちそう落ちそう。人形狙うか。なんか分からんやつ。最後24枚でこの景品だけ取って。悲しいな。全然悲しいよ。なくなるな。もちろん。よし、着物。まさかの着物でした。着物取れましたね。20枚じゃあ全てこれにかけたいと思います。ちょっと薄いな、小判が。あの辺、はい、取れるか取れないか。取れなくても終わります。ゲームセンターのやつ同じ感じなんかな。こういうリアリティはあんのかな、これ。まあ、ゲームセンターよりもしかしたら簡単なんちゃう。いや、その大ゆさゆさして落とそうとしてるけどね。ゲームセンターでもそれはやつであるんでね。あ、どの辺に小判、小銭置くのが一番。いや、あの土台のとこちゃうか。あと5枚です。あー、ちょっと落ちなければ、ちょっと、もう今日はこれはおしまいということ。 あと1枚。あー、無理っぽいな。あ、いっぱい落ちてる。ああ、あ、落ちず、どれも取れず。なくなりました。さあ、まあこんなゲームをね、ということです。ん、ああ、最後取れた。最後に取れました。上の花獲得。よかった、最後に取れました。景品見よう。景品見ましょうか。獲得景品。さあ、お、めっちゃあるやん。役セット、戦セット。あ、それを持ってるとジャックポット増加率が 0.3% 上がるんです。少ない。少ないな。これ使って何か作るとかでもない。ない。これでまあ何か上がるんでしょうね。持っとくだけでね、はい、いやでもゆったりね、暇つぶしにやるにはちょうどいい、はい、ランキング見てみましょうね。お、みんな持ってるな。日本の方多いね、やっぱり。はるか下やもんね、300の我々は。皆さんもぜひお暇な時やってください。こたびはこれまで。おっ、おっ。